サガン鳥栖から来ましたゴールキーパーの藤島英介です。プレーの特徴としては身体能力を生かしたゴールキーピングが特徴です。ぜひ応援よろしくお願いします。そうですね、あんま緊張してなかったんですけど最初のところで噛んじゃったんで、まあ、いい笑い取れたかなというふうに思ってます。サポーターもだいぶ、4000人でいい。そうですね、すごい多くてびっくりしました。そうですね、まあ、やっぱり選手もたくさん変わってますし、まあ、やっぱキャンプの中で、まあ、コミュニケーションを多く取って、まあ、やっぱ入りのところからスタートダッシュをうまく切れるように、まあ、密度の濃い時間をみんなで過ごしていけたらいいなと思ってます。いや、もう本当に雰囲気よくやれてみんなもワイワイやってるんで、まあ、本当にチームの雰囲気としてはすごくいいのかなというふうに感じてますし、まあ、これからもっともっとそういう時間がこうやっぱキャンプでできると思うんで、まあ、本当にさらにいい状況になっていくんじゃないかなというふうに思ってます。そうですね、全然まだ来たばっかなんで、まあ、九州の田舎もんなんで全然分かってないんですけど、まあ、でも、まあ、いろんな人にいろんなとこ連れてってもらって、まあ、ちょっとずつ慣れてはきてるんで、はい、まあ、もっと他にもこうここは行った方がいいよっていうところがあれば教えてくれるとありがたいです。はい。J1 昇格のためにジェフに来ました。自分の力で上げれるように、頑張るので応援よろしくお願いします。